単子筋門とは、菌界に属するもので、いわゆるキノコとして知られている生物を含むグループである。菌界内では、死脳筋に次いで多く30%程度を占める。その体が多数の筋子と呼ばれる感情の細胞から構成されており、多くのものが肉眼的な小実体を作る。ほとんどが、死状筋と呼ばれる形態で、 胞子が発芽すると菌子と呼ばれる感情の構造となり、先端成長する。接合核が減数分裂した後、その細胞の外に胞子が形成される。これを単子胞子という。多くは陸上に生育するが、水中に生育するものもある。一部には菌子形態を取らずに単細胞状の種もあり、これらは酵母の範中に含まれる。 単子菌類に含まれる生物には、大きく二つのグループがあると考えられてきた。一つは、サビ菌と黒棒菌を含むグループで、植物寄生菌であり、多くの農業上重要な病原体を含む。もう一つは、いわゆる単子菌である。いわゆるキノコらしい、傘があって、柄がついているものはこれであり、他に、キクラゲや、ホコリタケ等 変わった形のキノコもかなりある。多くのものは腰植物や土壌等で有機物を分解して生活している。マツタケなど一部のものは高等植物の根と共生関係を持っている。端子菌類は変わった接合様式を有する。一般的なのはヘテロタリックつまり自分と異なるタイプとしか接合しない形式である。この接合様式には オスメスに相当する一組の性別がある場合もある。また二組の性別があって、まるで多数の性があるかのように働くものもある。これは A と A、B と B の二組の性質があって、AB と AB、アブとアブ、アブと AB、AB と AB という組み合わせでしか接合しない様式である。菌糸の細胞が接合する体細胞接合を行うものが多い。 多くの種は接合後に細胞だけが融合し、その後の生活感のかなりの時期をに核禁止として、過ごし、小実体を形成してから端子で核融合と減数分裂が起きて端子胞子を作る。また、倍数体制の生活感、つまり核融合後の禁止が増殖する形式もある。また、脂肪菌と同様に無症胞子を作るものもある。 無症法子だけで繁殖し、有性世代が見つかっていない種は、不完全菌類として扱われる。単子菌類の菌種は、死脳菌類と同じく、はっきりとした核壁を持ち、細胞単位に分かれている。細胞壁は、基地技術である。死脳菌と異なる点は、核壁の中央に複雑な構造が見られることである。死亡菌では、核壁の中央には、 単に穴が開いているだけであるが、端子菌の場合、この穴の周りが膨らみ、それに蓋をするような帽子状の構造があるなど、複雑になっている。また、分類群によってこの部分の構造が異なることも、知られている。また、単独の菌糸が、気質上にバラバラに広がる、形のほか、菌糸が互いに寄り合うようになった構造を作るものがある。簡単なより集まりの場合、 これを、金下束という。中にはその表面が硬化し、先端部には、金子の成長部分が並び、一見して、種子植物の根のようになったものがあり、これを、根状銀下束という。接合が行われる前の金子は一角のみを含むが、接合の後には、それぞれの細胞に二個の角が入った状態になる。これを二角金子、あるいは二次金子という。 二次禁止には、禁止の細胞間の部分にかすがい連結というものを生じるので区別できる。これは、禁止の成長につれ、細胞分裂が起きても、二核状態を維持するためのに生じるものである。二次禁止の先端が成長し、核が分裂すると、一つの核の分裂面に核壁を生じ、細胞質が分裂する。すると、 片方の細胞には一つの核の分裂で生じた核一つが、もう一つの細胞には、残りの核と、もう一方の核が入っていることになる。すると、これに続いて、もう一つの核も分裂するが、この時、この分裂は、先の核壁のすぐそばで起こり、その分裂で生じた核は、改めて核壁の脇に作られる通路を通って、一つしか、 核の入っていない細胞に送り込まれる。その結果、細胞分裂終了後も、後で核が送り込まれた通路が、核壁付近外側の膨らみとして確認できるのである。端子菌の二核菌刺傷は、キノコの中だけでなく、気質上の菌糸にも見られ、その場合も、菌糸の核壁にはやはりカスガイ連結が見られるので、それとわかる。中にはそのままで、分生子を形成するものもある。 このようなカビ型細胞の分生子を作る場合、分生子の核壁にもやはりカスガイ連結が出る。二次菌子の状態で菌子体の成長が続くのは、端子菌類の特徴なので、これが確認されれば、その菌は、端子菌類であるとの判断材料となる。端子菌類の多くは、個実体を作る。サビ菌類、クロボ菌類は、個実体を作らず、 方子を作る菌紙の層を作る程度である。それ以外のものの多くは何らかの形の小実体を作る。一般的な印象としてのキノコの形は柄の先に傘型の部分があり、その仮面にひだがあるものである。これらは一般に腹竹類と呼ばれる。小実体はその全てが菌紙からできており、傘の仮面、だの側面に端子器が並ぶのが普通である。 これらのキノコは、柄を縮め、傘を閉じた形で、あるいは、それがさらに皮を被った形で形成され、一気に、柄が伸びて、傘が開くことで完成する。傘の裏側のひだは、感情になっているものもある。これらのキノコは、肉質で、成熟の後、一週間くらいで腐り、早いものはその日のうちにとろけてしまう。もう一つ、傘を作るキノコで、 別の型として非常に硬い小実体を作るものがある。瓦竹、猿の腰掛けなどであるが、これらのキノコは傘の裏面に管があり、管の内側の側面に端式が並ぶ。小実体は硬く、傘を開いた形で周囲に向かってゆっくりと成長しながら胞子を作る。小実体は何ヶ月もそのまま残っている。傘型にならないキノコとしては、 すっぽん竹やほこり竹などがある。すっぽん竹は長い柄の先に閉じた傘のようなものがあって、その表面に胞子を含む粘液がついている。この胞子はすっぽん竹の小実体の柄が縮んだ状態で袋の中にある時に形成され、そこで成熟する。ほこり竹は袋状で内部に胞子ができる。 出来上がる古実体の形は全く異なるが、胞子が袋の中に形成される点では共通している。このようなものをまとめて腹菌類と呼ぶ。他に、キノコらしくないが、キクラゲやシロキクラゲなど、寒天室内子硬質のダの多い古実体を作るものがあり、それらをまとめて、硬質菌と呼ぶ。端子器に特殊な構造を持つものが多い。また、 ロータケなどのロータケ目サバシンナリーズは、地上で、寒天質、または、硬質の不定型な、個実体を形成し、時には、植物などを覆うため変形筋などと間違えられる。二角菌子の中で核が融合し、減数分裂して、胞子を出芽するのが単子の仕組みである。一般的なキノコ類では、単子は楕円型で、先端方向に単子胞子を出芽する。 端子胞子は短い柄で端子器とつながり、放出される時には柄の部分から打ち出されるようにして外れる。いわゆる射出胞子である。一般のキノコでは端子器は本体から直接に短い柄が出て端子胞子をつけるが核融合を起こした細胞からはっきり区別できるような発達した枝を伸ばして端子胞子をつけるものがある。それは以下のようなグループである。 短子菌の分類体系は、その変典が著しい。古典的には、古実体の構造が重視された。その結果、古実体を作らないサビ菌類とクロボ菌類を独立させ、古実体を作るものはいわゆる、キノコ型のものとハラ菌類を区別するのが、通例であった。その結果は、以下のようなものである。しかし、菌類は微生物であり、その特徴には、 顕微鏡的な部分の意味が大きい。例えば、短式には、サビ菌、クロボ菌と、キノコ類で大きな違いがあり、また、キクラゲ類にも通常のキノコ類とは異なった、形のものがあるが、ハラ菌類のそれは、一般のキノコとさほど変わらない。この点を反映させると、例えば以下のような体系となる。分子系統による情報は、このような問題にある程度の判断を出した。 以下にヒバートへ通るによる体系を綱までの範囲で示す。内容としては以下のようなものである。これらは以前からの体系と大まかな点では一致するものである。ただしそれぞれの軍の内部、トがや目についてはあちこちに大きな変更がなされている。それ以外の軍についても非常に多くの組み合わせの変更や小さな軍が独立させられた例も多い。 ありがとうございます。